元ラッドつくまムービーご覧いただきまして誠にありがとうございます。意外と知らないシリーズ第6弾、テレレバーのまとめが一部なんですが、ディオレバーの、ご案内をしたいと思います。テレレバーに関しての前回の丸5の、まとめなんですけど、メリットですね、ちょっと考えました。まず安定したブレーキングができる、トレイル量のちょっと話が、ムービーの下のコメント欄にちょっといたあったんですが、もう一回ちょっとトレイル量というものなんですけど、トップブリッジのここのですね、ここにフレームが来るわけなんですけど、このヘッドパイプの部分からこう下層線があるわけなんですが、フロントフォークに対してのこの、下層線上と、このアクセルのちょうど垂直上に落ちるここのラインのこの部分の量のことを言うんですね。通れる量が多いというのはこの部分がどんどん増えていくことで、少ないとなるとこれがどんどん少なくなっていくという感じです。全体的な動きでこうなると、前回、何かちょっとご質問いただきましたが、なかなか正直こう難し伝えるのはちょっと難しい案件ではあるんですけど、取れる量の変化で変わるということです。そして速度にあまり関係なくコーナリングができる、これはそうですね、ちょっと一瞬遠心力とかの兼ね合いを考えると、なかなかそうとも言えないのかもしれませんけど、物理的に言うと、まあ、もともとその荷重、そうですね、外力を受ける要素を分けて考えているもともとのシステムなんで、これは十分考えられるということですね。そしてブレーキングに前のみにならない、これはそうですね、前回 A アーム、こちらにちょっと写真載ってきましたが、セントラルアームで、荷重をもともと受けていると、で路面の外欄に関してはサスペンションのこのテレスコで受けているというものです。デメリットに関しては、ブレーキング時にコーナリングに入りづらい、取れる量がどんどん増えてきますので、入りづらいですね。できれば、テレスコピックで言ったらフロントフォークが縮めている状態ですと入りやすいということなんですけど、フロントフォークのモーションをきっかけとしたコーナリングがしづらい、向かないと言えます。そしてあとフロントタイヤの減りに敏感だと思います。近年の最近のタイヤは比較的こうタイヤのライフが長くなってはいるんですけど、その昔フロントタイヤの減りがなんか早かったような気がします。それはタイヤメーカーの問題なのか、もともとサスペンションのシステムかはちょっと定かではないんですが、どちらかというとそういうなんか傾向にあるような感じにしますね。国産車と比べると BMW は特にフロントタイヤの辺にすごく敏感な感じがします。昔のタイヤは、ダンベリが比較的しやすいパターンであったというのも正直あると思います。例えばミシュランの、過去マカダムっていうグレードですと、ちょうど私が BMW 乗り始めたのがマカダム 90X あたりから、まあ、ちょっと古い話なんですけど入ってますが、そのタイヤは進行方向に対してのパターン、ダンバリングがしやすいという、パターンでして、近年の最近のミシュランタイヤですとフロントタイヤのパターンは、正反対、タイヤのトレッド面を目にすると、パターンがどちらか後ろを向いているような、パターンになっております。以前のやつはどちらかと前を向いているパターンで、ちょっと口で言うとこれだけなんですけど、減ってくるとどうしてもダンベリがしやすいということでした。はい、ここまではテレレバーのまとめでした。次ではデュオレバーちょっと行ってきます。はい、ちょっとこの写真これだけちょっと残しておきます。すみません、ちょっとディオレバーまた漫画チックにちょっと書いていきます。
すいません、ちょっと無口で書いてきますが、こんな感じで。キャリパーですね。ここはアンダーブラケット。こんな感じですね。ちょっと漫画チックなんですけど、皆さんが K1200S、K1300S ほかデュアレバーがついてる車両ですと、大体ここの見えは皆さん見てると思います。ハブキャリアのとこですね。重力台キャストで作られてるアルミニウム製のホイールキャリアというものなんですけど、もともとデュアレバーのその語源に関しましては、セントラルアームがこれ2つあるのでデュオレバーなんでしょうね。そういう語源だと思います。テレレバーと比べるとまず、第一印象がまずテレスコピックサスペンションがないんですね。動くところがありません。基本的にこのダンパーで、基本的に、いわゆる剣がもします、凸凹に反しての吸収もしますし、前方向、いわゆる加速方向の、外力に対してもこのサスペンションで受けているというのがまず違います。まずサスペンション、上下の凸凹に関してはここからのもし外力が入ってくると、この部分ですね、左右してこっちから動くということですね。全体的な外力に関しましては、結局こちらの A アーム、まあ、いわゆる前回のテレレバーでいうとこの部分ですね、セントラルアームですね、この部分で、受けるという感じになります。そしてハンドルはどうするか。テレスコピックサスペンションの場合 には、この三つ股にフォークがこう出てて、そこに対してこう曲がるわけですけど、デュオレバーの場合にはここからここまでがいわゆる可動、左右にこう可動してます。でこの部分が一緒にこういうふうに曲がる感じですね。これを一緒にここと全部、つながってる合体でジョイントでこうつながってるんですけど、それでこう左右にこう曲げてるという感じです。この部分になりますね、今の話は。ここで曲がるってことですね。テレレバーとの大きな違いっていうと、
フロントブレーキをかけた時に、若干モーションが出ますんで、テレスコに結構近い動きで曲がっていけるってもメリットがあるかもしれません。テレスコピックサスペンションに慣れてる人から見たら案外こっちの方が馴染みが早いのかもしれませんが、基本まあ荷重に関しては結局こちらで受ける、前後方向の荷重に関してはこちらで受けるということになりますんで、動き的には比較的似通ってると思います。もともとが、まあ、英国のノーマン・ホサックという方で、特許化されたデザインをもとにされたと言われております。デュオレバーフロントサスペンションは運動学的に言うと、まあ、トレーニングアームが転がり軸受けで、このうんぬんですね、この部分でやってるということになるんですね。はい。メリットは2つです。1つはねじりに対する剛性、ねじりに対する剛性が非常にこのフレームで強いっていうのが1つあると思います。もう1つはアンチダイブ、結局前にこう前のめりにならないっていう機能ですね。まあ、テレスコピックサスペンションではフルブレーキングの時強い揺れやロックが発生するということになるんですけど、スプリングトラベルが十分残っているため、ライダーが方向性の安定を失うことなくコーナリングでブレーキをかける余地が、余裕が生まれるということですね。何しろ、このサスペンションは優れたハンドリング、まあ、そして正確なステアリング感が出せると思います。あらゆるスピードレンジにおける安定した方向性の、ブレーキレスポンスというように、複数の機能を重ねた素晴らしいサスペンションかと思います。まあ、現車を一番ご覧になると、理解が深まると思います。ムービーではなかなかここまでの説明しかできませんが、ぜひともお店にいらっしゃって、ぜひ見てください。モトラットスクマムービーでした。